よし、まあ、ということでね、まあ、チラザ作品言うても俺めっちゃやってきてるから、まあ、だいたい最初はわかるよ。もう自宅から始まって、まあ、適当にね、矢印ついてるやつをね、なんかすごい嫌だ。なんこれ。23、ハッピーバースデー。あ、俺今日誕生日だったか。え、寂しい。一人で誕生日プレゼント祝うん？ 7体です。7体の誕生日。寝てる寝てるわ。17歳の超新星アイドルということでホテル来ちゃいましたよ。さあ早速寝起きドッキリしていきます。やばい、タバコある。やばい、ビールある。やばい、なんで、タバコとビールある。大型 寝とんな。ああ、お父さんなの俺は。それとも視点が変わったんか。さっきと同じか俺は。俺は俺なのか？警備員35体。35体だったわ、俺。この建物の警備員だった。本人に警備員なんていう連絡が取れなくなった。おそらくやめたな。これは君に頼もうと思ってる。この会社は深夜0時以降の残業は禁止というルールがあるらしい。時計と支援を置いた。仕事内容、警備内容を確認してから見回りしてくれ。よろしく。まだ残ってる人がいるようだ。とりあえず1階から順番に見回りして戸締まりするか。ちょっとムーディーだな。なんかバーですか、ここ。部屋の奥の火災報知器を点検し、施錠する。トイレの明かりを消す。人がいる場合は帰らせる。これがやることリストですか。もうとりあえず行けるとこはどんどん行ったらいいんじゃないですか。なんかいるな。輪唆してくれ。どうも、帰ってもらっていいですか？あ、新人の警備員か。もうそんな時間か。明日にでも俺を部下に押し付けよう。明日にでも俺も部下に押し付けよう。あー、部下になんか仕事を押し付けようとしてんの？終わってんね、じゃあ、言うたら。待って、こいつ本当に 35？ 60、75だろ。走ってくれ、頼むから。何もなんないけどな。どんな会社？どんな会社？こんなクエスト完了みたいな音鳴るんだったら俺結構警備楽しくできるけどな。フェアじゃねえんだよな、マジで。お、こっちもナイフくれ、マジで。本当に、それ言ったら。いや、帰って俺、娘たちの、祝わなきゃいけねえんだよ、誕生日をよ。7歳のな。何ですか？あ、あなたってもしかして、かっこいいですね、情緒。お嬢ちゃん、情緒どうした？連絡先交換しよう。いや、僕、ちょっとワイフがいますんで。連絡先教えてくれなきゃ帰れないです。絶対後悔させませんから、ハート。連絡無視しないでくださいね。さようなら。交換してるやん。交換してんやん、ちゃんと。いや、ちょっと、家内がいますけどね。やばい、これ。LINE、やべ、交換しちゃった。やべ、どうしよう。まあでも、非表示にしとくか。ちょっととりあえず。非表示にしとこ。家帰る前に。で、あれでしょ？共有から LINE を開いて3番目の人って。 この TikTok から共有開いて LINE の2番目の女の子誰？知ってた？これって非表示にしても映るんだよ。え、誰？何の用ですか？え、ケービス、ケービス。電気消さないでもらえます？私が消しておきますので。いや、無理やね、普通に。あ、消せないの？はぁ？意味がわからないよ。
なんかあれとか意味わかんないよな。 LINE から共有開いて3番目の人はあなたのことが好きとかって意味がわからん。なんでそうなんの。1位はコメント欄ないんだよ。もうパワハラしてんぞ。待って、闇見てる。え、のび太のお母ちゃん。やめよ。じゃあこの会社はもう、こういう会社もやめた方がいいかもしれん。もしかしたらパワハラがすごすぎて EDM みたいになってたもんだって。なんで消したんですか。ね、消さないって言ったじゃないですか。え、上に上がってる。ごめんごめん、じゃあつけるよ。いや、上に、お前さっき下やったやん。なんで俺がそんな言われなあかんねん、これ。逆に怖がらせよ。普通帰るけどね、もう。すごいプリンターぶっ壊れちゃってるわ。ああ、それ資源が。ああ、もう資源が。ああ、もうほら。こういうなんかこのドンキホーテみたいなさ、この狭さ通路の、これ怖いの起きる。ほら、あーすごいじゃん、すんごいじゃん、くんじゃん。もうこれアーモサイや、これアーモサイ、アーモサイだ。あー、ガチのアーモサイ。なんか女、もうやばいやつやん。もうこの表情は、今日もあなたですかなのかな。俺昨日までの記憶失ってんだわ、すまんな。女子から明日の朝までにこの仕事を終わらせるって言われているんですよ。もう帰るか、一回。こんな量終わるわけじゃないじゃないですか。いや、わかんない。お前がマジで仕事サボりまくってこの量になったのか、めっちゃ勤勉に働いているこの量なのか、どっちかによるな、本当に。社会人がこんな大変なんて思わなかったです。その定時にはタイムカードを、普通に定時にはタイムカードも、まあひどいね。納得がいかないですよ。毎日僕が残業頑張ってるのを知ってるのはあなただけです。ああ、頑張ってんだ。やめよう。じゃああなたに会うと家に帰れるのでちょっと嬉しいです。ちょっとで帰りますね。また明日。ああごめんな、やばいやつとか言って。お前もまともだったわ。おい、もうね、お前聞こえるこの声。俺だけかな聞こえてんのこの声。ね、お前、おい待て、お前この声聞こえる。でも俺この後おお、すごいな、首の動きが。お前フィクサーじゃねえだろうな。おいお前やってない。おい、やるならこの監視カメラあるとこでやれ。動かし方がガチでイラついてる時のあの動かし方だったけどな、人が。あ、もうマジでやっちゃおっかなぐらいの時の首の動かし方だったけどな。なんか起きるで、これ。これなんか起きるで。これなんか起きるで。ほらほらほら。ほら、来るやん。来るやん。あ、いるやん、いるやん。ほら、もういるやん。もういるやん。あ、こんちゃす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 。もういいんだよ、普通に。もう帰るだろ、普通に。いいんだよ、普通に。見てんだよ、こっち。あ、いるやん。あ、いなくなんだよ。これね、一番怖いの、こう右と左、両方見なきゃいけない。わ、ほら。この階はなんか暗いな。これだけでビビるやつおるて。電気室を確認しに行こう。もう暗い。あ、終わったな、これ。で、なんか持ってこいって言われるんだろ、これどうせ。ヒューズが足りないって。もう出た。ホラゲーあるある。ヒューズ。確実にヒューズ求められる。持参したのかな、俺ヒューズ。ホラゲーやる前に。電気屋で買ってくんぞ、ヒューズ。絶対好きになるからな。まあ、こっちやろな。明らか暗いけん。で、こっち行ったら確実に何か起きるからね。もうわかんねん。マジで。もう来るやん。もういるやん。321はい。アマゾンで頼むべ、ヒューズ。アマゾンで頼んで、これ待機だべ、マジで。は？なにこれ。血ですやん、これも。え、血流れてますやん。逃げる系始まった、これ逃げる系始まりそう、マジで。この足の遅さで。うわ、来た道覚えとかんといけんやつや。振り向いたらいるよ。いないね。あ、でもなんか俺正規レート来てるっぽいな、これ。ヒューズや。これ手にした後発動する。うわ、手にした瞬間のやつや、これ。ヒューズ手に入れて、帰り道で無理なやつね、これ。あー、これわかるよ。でも人の血ってこんな危ないからな。人の血じゃないかもしれないね、この場合はね。どうだろうね。
ま、言うてやってますけど、おるんちゃいますか言うて。こんなんケチャップやん。オムライス食いたなってきたわ。人と変わってることかっこいいと思ってるやつ。うわぁ、これ見せたらオムライス食いたくなってきたなぁ。今日オムライスにしよっかな。心拍数。おいどうもー。あ、俺の靴が濡れとんかな。おい、びっくりした。誰？まだ明かりがついていないからレバーを4つ下げてきてもらっていい？私？もう帰るね。お仕事頑張ってね。お前はほんまに無能や。最後のレバーのとこにインちゃん。お前インちゃんか、お前。最後のレバーガチでどこ本で。これか。ついちゃったよ。この階にある管理室確認するか。価値格やん。パワハラの続きちゃうこれ。もう見たないて。意味深。はい、しばく。全部の責任取ってくれるしね。はい、しばく。俺のことか？やめたらどうする？俺や、もうそれ。困る。そんなことしたら、おっさんのこと、恨んじゃうかも。やばい、こいつ。人間のゴミが、この野郎。ん？ライブ、俺の方寄ってくるやん、これ絶対。これ絶対俺の方来るやん。あんたの彼氏ってさ、警備員だったよね。え？まあ、かっこいいから彼氏にしちゃった。え？え、でもさ、前その人あいつと付き合った。は？うん、みんなしてるよね、あのパワハラ。何？どういうこと？つまり略奪っていうこと？言い方悪いな。でもまあ、寝とったって感じ。マジでよくやるな。テンション上がんな、お前そこで。でもあいつなんかより、私の方が魅力的なんだから仕方なかったね。ほんと悪い女だよね。女は怖くも乗せるんだよ。え、何？やばいって。やばい、逃げてる。めっちゃ逃げるよ、めっちゃ逃げるよ。走り方！やばい、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 置いてくわ。置いてった方多分。お前多分いいことになんないぞ、お前。めっちゃ逃げる。めっちゃ逃げる。走る、走る。やば、うわ、音が。あー、外でガン待ちパターンや。あの瞬間が監視カメラに映った。こんなところまで。まさか彼女が、もうこの仕事やめよう。楽儀警護。あの瞬間が監視カメラに映った。え？何やってんの？いや、何してんすか？え？見ちゃ、いけないもん見ちゃった俺。めっちゃ掃除してますやん。全然急いでない。え、なんかここめっちゃ雰囲気よくね？失礼します。え、でもここめっちゃ雰囲気いいけど。ジャズで酔いしれようぜ。なんで止まんの？ジャズ聴きてって。え？頼むで、お前ほんまに。え？何よ、落としちゃった。あ、落としちゃった。めっちゃ見るやん、俺のこと。めっちゃ見るやん。俺を視点にして回ってる。おお、すごいね、君。おい、もうキスしてるで、これほんまに。ほな。そうか、これ11階まであんのか、地味に。もうここはもう、だから俺の担当するビル。スイッチがない。どこにあるか探してみる。スイッチ？その、おー、近いんだよね。よっしゃ、上行きますかと。なにこれ。あ、スイッチあったぞ、一個。これで終わりか。これ絶対人の顔あるやん。いるよ。ハズレあるよ。バー言うてな。おぉ。ああ、まあ、それじゃあビビんないよ、俺は。あ、でもこれはあったから、スイッチが。あれ？今あったよな。で、降りると。
ごめんだけど、俺朝倉未来じゃないよ。50対2の喧嘩では勝てん。すいません、ちょっと上行きますわ。音は、ほんで壊れてるわ。何もできなかったのは私のせいじゃない。死んだあいつが、あいつのせいでみんないなくなっちゃった。私の何も悪くない、割には全部あいつが。え、何、入っていいっすか。あ、入れないんすね。なんか逆になんか開けようとしてくるから、だったら俺から行ったろうかなと思ったけど。今のファだな。今のファです。ドレミファのファでした、今音階が。返せ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 、返して返してよ。ドボジでドボジでドボジで。非常口の鍵を手に入れた。だからなんすか。あ、なんかが出現した音じゃないこれ。なんかが出現してないこれ、マップ上に。おるで、これ。うわ、いるもん、ほら。俺、いるもん、いるもん、いるもん。逆に追いかけるってね。逆に追いかけるってね、なんなら。おい、カスコラ。おい、どこ行っとん、お前。お前、逃げとっちゃうぞ、おい。ビビってるやん。え、あいつビビってるやん、俺に。うん、待って、落ちちゃった。え、アナザーなら死んでます。アナザーじゃなくても死にます。ああ、すごい、すごいじゃん。すごいじゃん、すごいじゃん。すごいじゃん、じゃん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 。レッツダイ。いや、無理ー。モーレー、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 仕事してただけ。モーレー。なんだなんだ、その逃がさない、その逃がさないみたいに言ってない？恨んでやる。地獄に落ちろ。え、待って、そのライアーゲームやで、これ。この、ブラウン管の中からワッツアップしてくんの。なになになに？なになになに？びっくりした。なんですか？は？こう後ろ向いて進みましょうねってこと？え、もしかしてここも警備しなきゃいけないのこれ。え？何も映らないな。まあ、カセットがないですからね。ケーブルもないし。これで60でやったよなこれ。開くんだよ。とりあえずゲットと。ケーブルがねえのか。え、すごい、どんな、最後に何を見たか教えてくれ。アダスケーブル。の扉が開いて、誰か入ってきた。ピーポーピーポー言うてんな。逃げてる誰かが。あの人。アイス。ダイス、ギャンテルデン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 。ダイス、ギャンテルデンデン。もうここにはいられない。早く帰ろう。なんで？ダイスケって言ってただけや、あの人。え、帰ればいいの？帰れないで。いるもん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 。ほら、いるもん。あ、うわ、突っ込んじゃダメなんだ。あいつた、うわ、突っ込んじゃったな。来るやん。音へ行くわ。なんかちょっと足早いわ、でも俺。なんで仲良くはできんのやろな、俺らって。それで言ったら。どっから逃げんのこれ。本当にマジで。え、もう積んだやん、待って。あ、いけんのここ。おう。え、何それ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 。レッティしてない？ん？あー、レッティ？これなんかある、なんかある。これ何？これ何？これ何？は？ 5 です。娘の誕生日あった？描かれてた？俺がやったプレイの最中に描かれてた？誕生日1023だったっけ？最初のカレンダーにあった？オッケー、了解っす。じゃあいい、じゃあいい。ありがとう、教えてくれて。1023了解。
ってこうで、あいつどっから来んねん。おおおお、いけるいけるいける、待って、いけるぞ。おお、いけた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 。あ、クソ間抜けかよこれ。娘の誕生日覚えんのは家族として当たり前なんだよ。家族愛なめんな。あ、生き残ってる。いやー、そう心配かけてすまないね。でもお父さんニートになっちゃいそうだ。もうあの仕事はやめる。カーテンの隙間から上から覗いてくるとかやめとる。え、なんかいない？うわ、悪意でん、お前帰ってくれ。お前誰なの、そもそも。おもろかったな、マジ。普通に怨念、怨念、やっぱ怨念、怨念って